北海道十勝南部、どこまでも続く地平線、雄大な大自然に抱かれた酪農で有名なこの地に建築の聖地があることはまだあまり知られていません。こんにちは、ぴょんです。北海道大樹町にあるメムアースホテルに宿泊しました。世界的にも評価の高い日本を代表する建築家である隈研吾氏と伊藤豊雄氏の実験建築、さらには全世界の大学生が競い合う建築コンペティションの最優秀作品、それらが実際に建てられていて中に宿泊することができます。1泊目は古くから伝わるアイヌ民族の建築チセに習い、隈研吾氏と東京大学により建てられたメーム。2泊目は柏の林の中に佇み、驚きの仕組みを持った早稲田大学と隈研吾氏による建築のまちまとう家。3泊目は360度窓があり、地平線を望むことができるハーバード大学と隈研吾氏による建築のホライズンハウスと、今回私は3つの異なるお部屋に宿泊しました。この動画を最後までご覧いただければ、まるでどこか遠くの見知らぬ国を旅しているような気分と、到底思いつかないアイデアへの驚きを感じていただけると思います。お部屋の設備や毎日変わるお食事の内容も詳しくご紹介してまいりますので、この素敵な世界をどうぞごゆっくりお楽しみくださいませ。チェックインは14時。スタジオメムと呼ばれるこの建物がレセプションとレストランの役割を担っています。こちらはもともと40年以上前に建てられた牧草保管庫でした。それを日本を代表する世界的建築家伊藤豊雄氏の手によってリノベーションされ、当時の雰囲気を残しつつも新しい命が吹き込まれたのです。地元のメーカーマルセイバターサンドと野草の冷たいお茶をいただきました。この場所はかつて中央競馬会に数々の名馬を送り出したサラブレッドの生産牧場大樹ファームのトレーニングセンターがありました。牧場の移転によって残された5万6000坪の広大な土地は、2011年に寒冷地実験住宅施設メムメドウズへとその姿を変え、いつしか隈研吾氏や伊藤豊雄氏など天才建築家の実験住宅や国際大学コンペの最優秀作品が点在する世界的にも大変珍しい建築の聖地となりました。馬牧場であった経緯から馬との関わりが深いため、風見鶏は鳥ではなく馬になっています。滞在中はカートを貸していただけました。敷地内は私有地のため、運転免許を持っていなくても運転することが法律で許されています。鍵についているのは十勝鹿追町の木彫り作家高野祐樹さんの四角間。まず入り口は大きなスライドのドアが1枚。雪国に多い仕様で、その中に玄関の扉があります。
料金は動画の最後に発表いたしますので、お部屋やお食事の内容などからいくらか予想しながらご覧くださいませ。モチーフとなっている北海道の先住民族アイヌ民族の伝統的住居であるチセは、お部屋の中心に囲炉裏を置き一年中火を絶やすことがありません。これにより熱が蓄えられ床暖房の役割を果たし、厳しい冬を乗り越えてきました。優しい風合いの和紙のお座布団、畳に腰を下ろしてから窓を見てみてください。座ってゆっくり過ごしてほしいという思いから、窓の高さは座った時の目線に合わせて配置されています。Building scars from the knife so far gone. I was blind. 壁はガラス繊維でできた白い幕材が二重になっています。なんと幕材はマジックテープで貼られていて、貼り替えもできます。二重の壁の間には綿があり、地熱やいろりの輻射熱を取り入れて温水パイプで壁に暖かい空気を循環させています。ガラスの壁の向こうにはバスルーム。お宿に引かれているお水は日高山脈を源にする歴船川の水系。環境省の清流日本一に11回名を連ね、国土交通省の水の里100選にも選ばれた、とても水質の良いまろやかなお水なのです。アメニティはビオホテルというブランドのもの。自然成分 100% で無農薬栽培のハーブ類が贅沢に使われています。素敵な香りでとても気に入りました。馬との関係が深いところであるため、歯ブラシは馬毛でできたものを採用。歯磨き粉はユニークなパウダー状の炭。少しお水で濡らした歯ブラシをちょんちょんとつけるだけで、使い方は簡単。アロマエッセンスのような香りが広がり、なんともリラックスできます。コットンは漂白処理をされていないもので、綿花の自然な粒が見えます。ドライヤーはダイソンです。このお部屋には唯一洗濯機が設置されています。住宅として建築された名残ですが、実際に使わせていただけます。洗剤も用意がされていました。お化粧室はシンプルな作りです。こちらも白で統一された清潔な空間になっています。今度は囲炉裏を挟んでお風呂場と反対側をお見せいたします。カーテンの向こうはミニバー。ガリガリと手動で引くコーヒーのセットと紅茶類。ドリップできるタイプのコーヒーはクロートからも絶大な支持を誇る札幌の杉谷コーヒーさんのもの。店頭販売はせず宅配のみで、基本は紹介制という入手困難なお品です。先ほどお話しした通り、お水はとても綺麗ですが、こちらの浄水器のウォータージャグに通せば、より美味しく安心していただけます。と
てもおしゃれなこのウォータージャグは、なんと日本六古窯の一つである信楽焼です。日本の浄水器でトップに数えられる三菱ケミカルのクリーン水の世界に誇る浄水技術と800年の伝統を持つ信楽焼の職人さんが力を合わせて作られた一品です。現代の生活に馴染むよう洗練されたデザインに構築されています。冷蔵庫の中身はすべて無料でいただけます。ミックスジュース、ヨーグルトドリンク、リンゴジュース、札幌クラシックとお菓子。北海道といえば六花亭のお菓子がお土産としても人気ですよね。リンゴジュースとビールで口当たりの良いカクテルにしました。穏やかな風が吹き抜ける北海道の夏、最高です。棚にはカップとグラス、星座早見版と双眼鏡、本とラジオが置いてありました。ミニバーからさらに奥へと進むとシングルサイズのベッドが2台置いてあります。枕元にはコンセントもありますので安心です。ベッドから見える景色が素晴らしすぎませんか。通り抜ける風が本当に気持ちいいです。ベッドの向こうには草原の中の書斎、十勝の日常には非日常があふれています。こちらの熊の木彫りは道の駅のご主人が彫ったものを売られていたもの。伊勢三宅出身の2人のデザイナーさんによる東京初のアウトドアブランド&ワンダーのダウンのちゃんちゃんことパジャマはメムアースホテルオリジナル。ボタンにはホテルのロゴマークが入っています。カーテンの中はクローゼットになっていて、広々とした荷物置き場と金庫。私の宿泊した8月の中旬は朝晩が18度ほどまで下がり、日中も25度前後でした。お部屋には冷房はありませんが、扇風機で十分涼しかったです。夜ご飯は先ほどチェックインをしたスタジオメムでいただきます。開始時間は18時または19時から好きな方を選択できます。和食とフレンチのお店で修行をされたシェフはジャンルにとらわれずにお料理を作られています。使用する食材は9割ほどが北海道のもの。まずはじめに地元十勝のサデンコロロゼスパークリングワインで乾杯しました。野生酵母らしい風味で酸が強く個性的ですが、この地に来たからには地のものをいただきたかったので嬉しいです。1品目はナスのスープ。塩味はほとんどなく、素材そのものを楽しんでほしいというコンセプトなのかなと思いました。お献立2品目の本日のお野菜はフキノトウのカステラ。春先にスタッフの方が山で採ってこられたフキノトウを練り込んでいるそうです。到着日で寝不足でしたので、2杯目はカモミールのノンアルコールカクテルをお願いしました。3品目は茹でたてのお野菜スティックセニョール。
ブロッコリーの仲間のお野菜です。パンはシェフが毎日焼き上げています。右はカンパーニュ、左はお水の代わりに白樺の樹液を 100% 使った加水パンです。乳製を煮詰めてできたホエイジャムでいただきます。ここに来て初めてカトラリーがセットされました。4品目の卵、豆はゆで卵とスナップエンドウ、中は固めの半熟状です。5品目はビーツの煮込み、ほのかな甘さを感じます。6品目はホッケとニンニクのパスタ、オイル系で辛くないペペロンチーノに近いニュアンスです。メインはネラドリのもも肉の煮込み、上にはケールのチップス、付け合わせはピーマンと粒マスタードです。デザートはピスタチオのアイスとリコッタチーズケーキでした。食後は強烈な清涼感の濃いミントティー。お食事を終えるとお外はもう真っ暗、あえて照明はほとんど設置されていませんので、月や星の輝き、夜の暗さを楽しむことができます。メームのお部屋は光を透過するため、夜は外から見ると優しい光が広がり幻想的です。それではおやすみなさい。おはようございます。なんてすがすがしい朝なのでしょう。朝ごはんはモーニングボックスで好きな場所でいただけました。時間は8時か9時から好きな方を選べ、お部屋まで届けに来てくださいます。この可愛らしいカゴはアメリカ最古のバスケットメーカー Pure Ball Basket Company の職人さんが一つずつ手作業で作られたものです。中身は巾着の中に厚手の紙おしぼりとお箸、お弁当箱は土佐トラフダ家の美しい竹工芸品トラ竹四つ目弁当箱、温かいお茶とお味噌汁がそれぞれ魔法瓶に用意されています。お椀という札がついている方にお味噌汁が入っていました。室内の方が総合的な要因でお食事がしやすそうと結論がついて、お部屋に戻ってきました。本日のお料理の内容はエゾパイ貝の炊き込みご飯、マダラのみりん干し、煮卵と副菜いろいろ。エゾパイ貝はその名の通り北海道に多く生息している巻貝で、粒貝に似たしっかりした歯ごたえが特徴です。ゆで卵は固ゆででした。地元大樹町で作られたヨーグルトドリンクが甘すぎず美味しかったです。朝食の後はゆっくりとコーヒータイムにします。メムアースホテルのメムはこの地域の地名メムで、アイヌ語で泉の湧き出るところという意味です。メムという言葉自体に沼や水たまりという意味があり、湿地帯であるこの地域にはあちらこちらに湧き水があります。私は言葉の説答、設備、五感などが似ていると関連があることが多いと考えているのですが、トマムは湿地、メマンは涼しいという意味だそうで、やはりなんとなく共通のニュアンスを感じました。
夏には最高気温が30度、冬には最低気温がマイナス30度と1年間の寒暖差が60度にまでなる過酷な環境の中で、できるだけ電気、ガス、石油などのエネルギーを使わずに人間が快適な生活をするための工夫が全ての建築に施されています。いわゆるサスティナビリティ、持続可能性を追求する取り組みで、その中でもこの地域の資源や場所の固有性を生かす唯一無二のユニークな試みがされていました。このコーヒーフィルター一つとってもペーパーレスと細かいところまで環境に配慮されています。チェックアウトは11時、チェックインは14時ですので、本日はこの後貸切露天風呂を予約してあります。お風呂の後にチェックインをする2つ目のお部屋は、到底誰も思いつけないような発想に感激していただけると思いますし、最後に泊まった3つ目のお部屋は何と言っても私の一番のお気に入りのお部屋ですので、後半もまだまだ見どころが満載です。国際大学建築コンペティションの自然の中のスパというテーマで最優秀賞を獲得した九州大学のコロボックルネスト。コロボックルというのはアイヌの言い伝えに登場する小人のことで、アイヌ語で吹きの下の人という意味だそうです。ネストは英語で住処や隠れ家を指します。コロボックルのお家である吹きの下の縦穴式住居をイメージした作りです。上にある吹きの葉に溜まった雨水を、下にある暖炉で森から拾い集めた木を燃やして暖かく沸かす、そんな大自然の恵みと北海道の伝統を大切にした温かいコンセプトで、このお風呂の建築が作られました。なお物理的には難しいため、実際には給湯器が使われていますが、こういった物語で建てられているというのがとても素敵ですよね。螺旋状に階段が続いており、途中にはシャワースペースがあります。お部屋と同じビオホテルのシャンプー類も置いてありますし、タオル類も揃っていますので、何も持ってこずに利用できます。お水のご心配もいりません。さて、いよいよこの扉の奥にある露天風呂へ行ってみましょう。東日本大震災の経験を通じ、新しい時代の持続可能な暮らしを追求した建築が森の中に佇んでいます。今あるもので今以上の豊かさを得られないかと、この町にたくさんある資源の牧草に着目し設計されました。宿泊料金はすべてこの動画の一番最後に発表いたしますね。冬にはマイナス30度になる極寒の地で暖かいお家を作るのは至難の業です。一般的に断熱材を厚く窓を小さくしてしまいがちなのですが、逆に北国の夏は涼しくて気持ちの良い風が吹くので、窓を小さくしてしまうのはもったいないと、そこで今までにない新しいアイデアが生まれました。初夏に刈られた牧草を束にし、家にまとわせると
乾燥する時の水分の蒸発による気化熱で夏は涼しくなります。さらに冬はこれがそのままセーターのような役割を果たしてくれ、外の寒さをシャットアウトしてくれるのです。そしてさらに室内には牧草を密閉した箱が壁一面に並んでいます。どんな仕組みのためだと思いますか？だんだんと冬にかけて発酵が進み、発酵熱は最高で50度ほどにまで達します。この牧草のパネルは北海道のように家中をポカポカに温めてくれる効果があるのです。インテリアとしてもマッチしていますし、パネルにお外の景色が反射してまるで自然の中で過ごしているように感じられました。早稲田大学のメンバーが帯広空港に到着するときに上空から見た十勝を象徴するパッチワーク状の畑からこの牧草パネルのデザインの着想を得たそうです。実験の名残から至る所に温度や湿度を測る機器が置かれています。ガス、石油、電気などのエネルギーに依存している快適な暮らしへのアンチテーゼを唱えた建築作品です。こちらのお部屋も冷蔵庫の中身を無料でいただけます。連泊のサービスでハスカップジュースもくださいました。地元大樹町の坂根ファームさんと町まとう家のコラボレーションで、こちらのお部屋だけチーズとビーフジャーキーもサービスで置かれていました。自社ブランド牛草の牛のジャーキーは臭みが全くなくさっぱりとしていて、一つずつ手作業で作られている裂けるタイプのチーズはクリーミーで優しい風味。夕方のおやつタイムに窓際で心地よい風に吹かれながら、冷蔵庫にあったトマトジュースと札幌クラシックでレッドアイを作ってジャーキーとチーズをおつまみにいただいたら最高すぎました。バスルームはコンパクトにまとまっています。人数分のバスタオルとフェイスタオル、コットン、綿棒、歯ブラシとドライヤーが下の棚に。上のシンク周りは白色を基調にすっきり清潔感があります。ドライヤーは可動クオーラでした。ホテル内の建築が非常に興味深いです。見学しに行ってみましょう。アジア最貧国と言われるバングラデシュにおいて、人口増加と貧困の問題を解決するために考えられた複数階構造の蓄財住宅の実験です。中で地域の食材を育てライフサイクルに対応する建築です。コンセプトは軽くて簡易的に組み立てと移動ができる住居。今は従業員の方が使用されている建物も、以前お馬さんが住んでいた当時の面影を残しています。日が暮れてきました。18時からお願いしていた夜ご飯のお時間です。メニューに書いてあるのは食材のみですので、これらがどんなお料理になって出てくるのかワクワクします。1杯目はフランスロワールのソーヴィニヨンブランドメーヌラトープのニコルを選びました。一品目はフィンガーフードで、薙刀工事の週に、鶏
鶏のパテと柑橘のジャムが挟んであります。これがとても美味しかったです。私はワインが好きなのでグラスでいろいろ揃えてあって嬉しかったです。次に注文したフランス南西部ジュランソンのワイン、ユーゴのレボリューションが驚くほどに美味しく、この後に2杯と翌日もいただきました。インポーターさんにも問い合わせましたが、すでに完売で次の入荷も未定とのこと。2品目はトウモロコシのスープ。ミルキーな口当たりとトウモロコシの甘さを画面越しにも想像していただけると思います。パンの種類は毎日同じです。3品目はマダコとピーマンのタルタル。マダコは隣町の広尾町で水揚げされたものです。4品目は魚ファームさんのモッツァレラチーズが主役のカプレーゼ。本日のメニューは大多数の方が美味しいと思うような安定のお料理が続き、特に嬉しいです。5品目は朝ごはんでもいただいたエゾバイ貝を使ったお料理です。つぶつぶしているのは丸麦を煮込んだもので、白いものはネラドリの半熟卵。本日のメインディッシュはエゾジカです。新玉とシキンボというどちらも後ろ足のももあたりの部位をいただきました。最後はいちごとよもぎのデザートです。上にかかっているクランブルが最高に美味しかったです。ごちそうさまでした。あたり一帯が草原ですので、建物を出ると真っ暗闇に包まれています。おのずと早く眠りにつけました。おはようございます。朝ごはんを受け取ってからもまだぬくぬくとしていましたが、この自由度がお弁当スタイルのお食事の良さだと思いました。緑の中でいただく朝食は格別に美味しいです。野草のお茶とお味噌汁は温かい状態で魔法瓶に入って届きます。本日のお献立は、十勝の南東部浦幌町で漁業をされている長谷川さんご夫妻の小米。イクラのちらし寿司と鮭の中骨やアラを炊いたもの。地元産のお野菜を中心とした副菜がいろいろです。ごちそうさまでした。公式ホームページには5つのお部屋が宿泊可能と案内されていて、そのうちの4つが同じエリアに並んでいます。馬との共生をテーマにしたシンプルなカントリーハウス。馬の排泄物を堆肥にしたり、またその際に生まれる熱を室温の上昇に利用する仕組みも持っています。お馬さんにストレスをかけないよう、現在はこのお部屋ではなく群れと一緒に暮らしています。競走馬の飼育をしていたこの地の記憶を引き継ぐお部屋です。リビングもキッチンもほとんど全ての機能が外に作られた不思議なお部屋。自然の厳しさと美しさを全身に感じることができます。
そして最終日に宿泊したこのお部屋が私の一番のお気に入りです。You're the wind in my sails. You're the pull of the sea. You're the wish in the well. You're my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you'd be all I need. You're the first of the year, a warm kiss in the cold.You're the whisper in my ear when I need it the most. 360度に窓があり、外に広がる自然の風景を一日中堪能することができます。テーマは Retreat in Nature。 Retreat とは仕事や人間関係で疲れた心や体を癒す過ごし方のこと。観光が目的の旅行とは違い、日常を忘れてリフレッシュすることを目的とします。地平線の眺望が美しいこちらのお部屋は、地上から1メートル上がったところに床が来るよう作られています。そのため雪が積もっても窓が埋もれることはなく、辺り一面が真っ白になる冬の景色もまた圧巻だそうです。外壁は木柵としても使われている地元産の針葉樹を使うことで、建築も景色と一体となるよう設計されています。あるこちらのお部屋は空間にゆとりがあり、ミニバーも広々としています。コーヒーはお豆から挽くことも、すでに挽いてある粉をドリップしてすぐ飲むこともできます。コーヒーのお隣は紅茶とハーブティー。冷蔵庫の中身はすべて無料でいただけます。おやつは六花亭のいちごチョコとおかきとビスケット。奥へ進むとバスルームが現れます。朝起きてここで顔を洗うのがとても気持ちよかったです。他のお部屋同様のアメニティが用意されています。金谷ブラシさんの馬毛の歯ブラシと炭の歯磨き粉、ダイソンのドライヤー、天然の風合いのコットンと綿棒、ふわふわのタオル、洗面所のお隣にシャワースペースとバスタブがあります。シャンプー類はビオホテル。ガラス張りで外の緑が目の前に広がり、明るくて清潔感のあるお風呂です。この時は向こうのお部屋には他のお客様がいらっしゃいませんでしたが、360度の窓のすべてにロールカーテンが設置されていますので、視界を遮ることも可能です。お風呂場の向かいにはお化粧室があります。サステナブルなのはデザインだけでなく、建設にあたって生成、運搬、建設に伴う炭素排出量を抑え、地域経済にも貢献できるようコンクリートの使用を極力避けて、主に地元で産出される木材が使用されています。リビングには薪ストーブがあり、生み出された熱を変換して人が直接触れる床面のみ温める低エネルギーで効率的な床暖房の設備が用意されています。センスのあふれる棚、
360度の窓を開けていると様々な方向から風が吹き抜けて極上に心地よく過去ナンバーワンのリビングです3階層の構造になっていて、寝室が一番高い位置に配置されています。暖かい空気は上へ行くため、これもまたエネルギーの効率を良く、寝室を温められるようにした工夫です。360度の窓に加え、天井の最後部にも天窓が設けられ、室内のどこにいても明るい自然が目に入ります。ベッドはシングルサイズが2つ。8月でも夜の外気は肌寒いくらいでしたが、室内はちょうど良い暖かさで快適に過ごすことができました。階段を上るにつれてポカポカとなり、特に寝室は暖かかったです。実験住宅の名残から小数点第2位まで測れる温度計が至る所に設置されています。夕方はのんびりとまたレッドアイを飲みながら過ごしました。空がオレンジ色になり、ディナーのお時間が近づいてまいりました。本日も18時からお願いしてあります。お席は毎日違うテーブルで用意されていましたので、様々な景色を楽しめました。本日はどのようなお料理をお出しいただけるのでしょうか。一品目はすぐお隣の農家さんが作られた大根を使ったスープ。上に乗っているのは大根のピクルスとオレガノです。二品目は室の中で17ヶ月熟成したメークイン。澱粉が糖に変化し甘みと旨味が増しています。カンパーニュと加水パンの2種類。甘酸っぱいホエイジャムといただきます。3品目はビーツとモッツァレラチーズ。ビーツはピンクや黄色など様々な色の種類があります。4品目は浦幌町で水揚げされたエゾメバル。香ばしく焼かれています。5品目はつるむらさきと魚ファームさんのベーコンを使ったパスタ。次のお料理のために赤ワインを注文しました。本日のメインディッシュは鹿追町ウッチーファームさんの牛肉のイチボ。自家生産の飼料で長い期間健康的に育てられた牛です。デザートはアイスクリームとクランブルがまた美味しかったです。食後は強めのミントティー。ごちそうさまでした。
最終日が一番綺麗な星空でした。お部屋にある星座早見版で夜空を観察。真夏ですが、夜の気温が22度と涼しく、上の階の寝室は25度とちょうどいい温度でした。おやすみなさい。おはようございます。9時に朝ごはんを受け取り、11時のチェックアウトまでのんびり過ごしました。本日の中身は何でしょう。トウモロコシの炊き込みご飯、トウキビご飯、ネラトリという黒いニワトリの卵は鮮やかな黄色が特徴です。3泊4日お世話になりありがとうございました。北海道南部の少しだけ東側、広尾郡の大樹町にメムアースホテルは位置しています。最寄りの十勝帯広空港からホテルまでは車で45分ほど。事前予約制、1日1組限定で、空港お宿間の送迎を往復 13,200円でしていただけます。お食事の会場でもあるスタジオメムでは、朝から晩までコーヒーやハーブティーが無料でサービスされていました。お土産選びにぴったりのおしゃれなショップも併設されていて、北海道の作家さんのアート作品やホテルオリジナルアイテムなど、ここでしか購入できないアイテムもいろいろと揃っています。マウンテンバイクを無料で貸していただけますので、ご近所をサイクリングするのはとてもおすすめです。ホテルから片道30分くらいで海に行けます。大樹町を流れる歴船川が太平洋へと注ぎ込む右岸の旭浜は、浜辺に統治下群があることで有名な場所です。第二次世界大戦末期の1944年にアメリカ軍の本土上陸に備えて作られましたが、一度も使用することなく終戦を迎えました。80年前の記憶を引き継ぐ貴重な歴史的遺産です。帰り道にはタンチョウヅルに会うこともできました。それではお待たせいたしました。料金発表のお時間です。この動画が少しでもご参考になっていましたら、高評価ボタンを押していただけますと励みになります。これからも皆様に上質な旅をお届けできますよう精進してまいりますので、チャンネル登録もお忘れなくお願いいたします。一泊夕朝食の2食付き、大人2名の合計金額はおいくらでしょうか。1部屋ごとに実際にかかった1泊の料金を発表いたします。メームは145,200円、まちまとう家は96,800円、ホライズンハウスは145,200円、3泊の合計で387,200円でした。私が宿泊した時期は1年の中でも特にハイシーズンでしたので、もっと低価格で宿泊できる日も多くあります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。コメントもお待ちしております。